ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは、秋です。カプセルプラレールのワクワク乗り継ぎ特急普通列車編。カププラ新作です。列車の乗り継ぎを楽しめる車両をフィーチャー。東と西で活躍する人気車両がピックアップ。ラインナップ&アンボッシング。近鉄名阪特急火の鳥。全米車。カププラ初登場。大阪難波近鉄名古屋間を結ぶ。近鉄名阪特急火の鳥。先頭車。先進的デザインがかっこいいですね。ボディは成型色のようですが、クリア塗装で光沢があります。憶測です。かっこいいのにかわいい。近鉄名阪特急火の鳥中間車。直線レール2本付き。今回のアソートは、先頭車に、中間車4、後尾車2、の綺麗な配当です。おおむね偏りが少なく、揃うのではないでしょうか。お店によっては継ぎ足し補充をするのでこの限りではありません。近鉄名阪特急火の鳥後尾車。直線レール ×2。造形は先頭車とほぼ同等のようです。後尾ライトの塗り分けが異なります。ライト部分や運転席、側面の窓は黒で塗装されています。火の鳥マーキングは単語印刷でしょうか。綺麗なプリントでガス。深いツヤのあるワインレッドがいい雰囲気です。かもしているね。窓は塗装仕上げです。屋根には空調やパンタグラフが細かく作られていますね。デフォルメ感と実際の車両の雰囲気をバランスよく再現しています。サフィール踊り子全米車。先頭車。宝石のサファイアのように。青く輝く美しい伊豆の海と空をイメージ。とのこと。雰囲気そのまま、デフォルメ再現されています。窓のくり抜き、パール塗装が綺麗ですね。サフィール踊り子中間車。直線レール ×2。前回の貨物列車と比較しても、色の塗り分けが丁寧に見受けられます。窓は黒で塗装、側面は穴開きでメリハリがあります。サフィール踊り子後尾車。直線レールが2本付属。デザインは先頭車とほぼ同じですが、細部に違いがあります。個体差でしょうか、窓の部分のツヤがいまいちです。塗装が乾く前に触っちゃったんだよ。ここが天和型なので仕方ないクオリティです。阪急電鉄急線系電米車。先頭車。成型色生かしのようですが、こちらもクリアコートに容易に受けられます。憶測。窓枠の縁、屋根のグレー配色。とても綺麗な仕上がりです。大阪梅田行きの表示あり。特急。中間車。中間車には、直線レールが2本ついています。側面には9550の文字。窓は穴開き、こちらも銀の縁取り塗装がそそります。屋根ディテールも細かく作られています。シャーシの構造も工夫されています。後尾車。後尾車には、直線レールが2本ついています。9100。デザインや表示は先頭車と同じですが、ライトの部分が異なります。窓穴くり抜き、印刷文字もしっかりと入っています。屋根も細かく造形されております。このクオリティは、大人のカプセルプラレールといっても、過言ではないのではないでしょうか。過言ちゃうんやないやろか。E231系近郊電車全米車。E231系、先頭車は、湘南色で、宇都宮行きの表示があります。運転席の窓は穴開きになっており、側面のデザインもプリントされています。配線やアルミニウム合金のような質感もいいですね。JR 東日本、2000年から製造が開始された通勤系電車です。E231系、中間車。直線レール ×2。窓は穴開きになっており、パンタグラフも細かく作られています。主に首都圏の様々な路線で使用されています。湘南新宿ライン、高崎線、宇都宮線、上野東京ライン、東海道線。E231系、後尾車。直線レール ×2。デザインや表示は先頭車と同じですが、細部に違いがあります。今回のは、どれも塗装のクオリティが高い気がしますが、皆さんはいかがでしょうか。以上、車両ラインナップは全4種類です。ストラクチャー2種類の合計14種のラインナップ。つながる駅と、直線レール。黄色いカプセル。
ストラクチャーはたくさん集めると、拡張できる仕様です。ダブってもいいようにだよ。ダブればダブるほど遊びの幅が広がっていきますね。直線レール1本付属、シールシート1枚。駅の組み立ては簡単です。任意でシールを貼ってください。貼れよ。つながる古線橋。直線レール。複数あると、駅を拡張できます。シールシートが1枚付属。パーツも多く、ボリューミーです。二つ組み合わせると楽しいです。オプションパーツを使うのもいい感じですね。古線橋をたくさん組み合わせて、上に箱を乗せて駅ビルみたいにならないですかね。階段を登れないよ。これ、いっぱいあったら楽しいですね。どうでしょうか。回転。言わずもがなキッズ用なので組み立ては簡単です。今回はボディの塗装が綺麗な印象でしたが、同じ車両でも個体差があるんでしょうか。皆さんのはいかがでしょう。前回は後尾車がダブりやすい傾向だったのですが、今回はやや解消されています。その分中間車がダブります。今回のカプセルプラレールは非常に充実したラインナップでした。どの車両も素晴らしい出来ですが、個人的には阪急電車の作り込みがお気に入りです。クオリティがアップしても、なんて可愛い走りでしょうか。ジャック萌え。皆さんもガチャガチャで見つけたら、ぜひ手に入れてみてください。改造とか、リペイントとかやりたいところですが、ちょっともうバイトの時間なので、今回はここまでです。何かアイデアがありましたら、教えていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。